はい、こんにちは。こちら以前紹介しましたレトロゲームのロムノス出し機カートリッジリーダーです。こちらはファミコンのカセットにも対応しているのですが、ちょっと読み方が複雑で面倒な手順が必要なので、今回はその手順の説明をしてみたいと思います。まずカートリーダーでファミコンのカセットを読むには、こういった変換アダプターが必要です。これも公式ページに基板のデータが公開されていますので、自分で作ることが可能です。私はこんな感じでハンダ付けして作りました。これは基板に合わせてスロットのピンを曲げているところですね。そして完成したこの変換アダプターを使ってカセットをカートリーダーに取り付けるのですが、その前に読み込みたいカセットのROMの容量を調べます。ファミコンのROMの容量の調べ方ですが、カートリーダーの公式のページのウィキページからNES ファミコンのダンピングNESゲームズというページに行きまして、そして4つある URL のこの上から2番目このリンクをクリックします。そうするとこういうサイトに飛びます。ここでクイックサーチでカセットを検索します。このサイトは日本語で検索が可能なようです。そうするとこういう検索結果が出てきまして、スーパーマリオブラザーズと。カセットの詳細ページはこんな感じで、ここで必要な情報は PRG のサイズ、そして CHR のサイズ、それから INS マッパーというこの数字、それとダブルラムの数字、この4つの情報が必要です。それではこの変換アダプターを使いましてカセットをセットします。このフロントと書かれているのを前にしまして、そしてこの状態でカートリーダーのこのスーパーファミコンのスロットへ差し込みます。その次にこの設定のスイッチですが、 5V で、あと他は全部オフでセットします。それから、この SD カードはセットして準備完了です。ちなみにこの SD カードにはカートリーダーの SD の内容をコピーしています。では USB ケーブルをつなぎまして電源を入れます。でファミコンの読み込みは一番上のアドオンズを選びまして、さらにこのNESファミコンを選びます。これは現在の設定が表示されているのですが、ここでさらに決定を押すと、メニューが表示されます。そして先ほど調べた情報をセットしていくので、このままセレクトマップマッパーを選びます。マッパーの数字はこれ3桁まで設定できるようですが、スーパーマリオは0なのでこのまま飛ばしていきます。
はい、次は PRG のサイズ、スーパーマリオは32キロ、はい、32キロにセット。 CHR が8キロですね。8キロに設定で、ラムのサイズ、これはダブルラムのですね、0なので、このまま、はい、これで、先ほどの情報がセットできました。次に、リードコンプリートカートを実行します。これでどんどん読み込まれていきます。はい、この状態で読み込みが終了です。こちら先ほど読み込んだロムデータが書かれた SD カードの中身です。このように NES というフォルダーができていまして、その中にロムデータができています。このようにいくつかのファイルができていると思いますが、必要なのはこの cart.bin というファイルです。で、こちらの cart.bin というファイルなのですが、これはカセットによっては cart.nes というファイルになっている場合があります。で、NES ファイルは iNES 形式のファイルになっていまして、このままエミュレーターですぐに遊べます。ですが、今回のように bin というファイルになっている場合、ファイルを編集してヘッダー情報というものを追加してあげないと遊べません。ちなみに私が持っているカセット、まあ、この5本だけなのですが、この中ではドラクエの2と4、この2本が NES ファイルが自動でできました。そしてこちらの3本はビンファイルになりました。残念ながらビンファイルができてしまった場合、ヘッダー情報を編集してあげないといけないのですが、そのためにまずカセットのヘッダー情報を調べます。公式ページのダンピングネスゲームズのページにある、こちらのリンク、これをクリックします。そしてこちらのページでタイトルを入力して検索するのですが、ここは日本語に対応していないので、英語のタイトルやローマ字のタイトルを入力して検索します。スーパーマリオで検索するとたくさん出てきて、ちょっと分かりづらいのですが、こちらスーパーマリオブロスワールド、これが、正解のようです。こちらの CRC32 の数字、これが先ほどのロムの容量を調べた時のページのロムズコンバインドの CRC、 こちらと同じであれば同じカセットで間違いないと思います。そしてこちらに書かれているヘッダーカッコヘックスというところに書かれているこの数字、これがファイルを編集するためのヘッダー情報となります。そしてこれはバイナリーエディターと呼ばれるファイル編集ソフトです。こちらのソフトを使ってcart.bin ファイルを編集します。それではcart.bin ファイルを開きます。そうしまして、リードオンリー、
このチェックを外しまして、で次にキーボードのインサートキーを押します。するとこのようにカーソルが小さくなって、上書きモードから挿入モードになりました。でカーソルを先頭に持っていきまして、そしてここに先ほど調べたヘッダー情報をファイルの先頭になるように追加していきます。 4E45531A020101。すべて入力すると上の1行がヘッダーの情報と一緒になると思います。この上の1行が埋まるように入力しましょう。そしてこれを分かりやすい名前をつけて保存します。そしてファイルの拡張子は .nes にします。これで保存、これでファイルの編集は終了です。はい、それでは編集したファイルの動作確認で、エミュレーターで開いてみます。無事読み込めましたね。というわけで今回はこのスーパーマリオを例にファミコンのカセットの読み方を紹介してみました。ちなみにこちらのハットリー君やロードランナーも同じ手順で読むことができましたので、ファミコンのカセットをこのカートリーダーで読むときの参考にしていただければと思います。では以上、最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。